万一浦らは、宮城県の石巻市及び、お鹿小女川町にまたがる、海跡湖である。お鹿半島の付け根付近、石巻市及び、お鹿小女川町にまたがっており、南側の綿の葉で、石巻湾に通じている。名前は、仙台藩の第二代藩主、伊達忠宗が鹿狩りにやってきた際に、ここを干拓すれば一万国の米が取れるだろうといった、ことに由来するとされる。 絶滅危惧種である浅草のりやマも、オキシジミ、ウミニナの生息地として環境省の日本の重要湿地500に選定されており、また鈴木上山万石浦県立自然公園に含まれている。また、潮干狩りの名所であるほか、ノリやカキの養殖が盛んである。2011年3月11日の東北地方。 太平洋沖地震による津波の影響は内海である万国浦でも養殖棚の多くが津波で流されたり地盤沈下で柿処理場が使用不能となるなど大きな被害を与えた万石浦の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成2011年6月6日撮影の18枚を合成作成 古くは歌枕、奥の海と言われ、小倉百人一首を選定した藤原邸家も、尋ね見る辛き心の奥の海を、潮日の方の意不可避も、なしと歌った。江戸時代には潮田が多く作られ、入浜式の声援が1960年まで行われており、透明演伝とともに、県下の二大演伝と歌われた。また、仙台藩の約半分の量の塩が生産されていたため、 藩の財政の一翼を担っていた。沿田であると同時に万石浦は古くは水上交通路でもあり、大正時代には裏宿と綿の葉を結ぶ定期航路があった。これは裏宿に住む個人が二隻の発動機船で始めたもので、綿の葉で抹車鉄道である押しか道と乗り継ぐことで石巻方面との交通路になっていた。 普段は一隻で1日あたり100人ほどを運んでいたという。1919年に女川湾で日本がドイツから戦利艦として獲得した潜水艦3隻が一般に公開された。この時多くの見物客の利用によって定期船は1日で600円の収入を得るほどだった。しかし、おシカ軌道を引き継いだ金華山軌道が路線を女湾まで延伸すると、 この前石浦の定期航路はなくなった。ありがとうございます。